はい、皆さんこんにちは、榊敦です。10月、ね、27日の火曜日、もうすぐね夕方の5時です。だんだん暗くなってきましたね。はい、すごい記事をね見つけてしまいました。うわっと思って、これここ数ヶ月で一番インパクトありますね、私にとっては。デイリー新潮でございます。貼りません、こんなん貼ったらね飽きませんから貼りません。27日掲載ということで、ムン・ジェイン排除を狙い米国がお墨付き、韓国軍はクーデターに動くかという記事でございます。鈴木隆さんの半島を読むというシリーズでございます。これをね読んでいきたいと思います。長いんでね、かいつまんでいきますね。リベ重中が止まらない韓国、軍はクーデターを起こさないのか。韓国観察者の鈴木隆氏がその可能性を読み解く。欧州からも韓国は大丈夫かっていう込み出しですね。鈴木、韓国軍はクーデターでムンジェイン政権を崩すのか、こんな質問をあちこちで受けています。デイリー新潮のムンジェインが国連で同盟を破棄を匂わせ激怒した米政府は最後通帳を突きつける、まあそういう記事があったんですね。で紹介したように、米国の安保専門家 G ニューシャム、退役海兵隊大佐が9月24日センターフォーセキュリティポリシーにフラウドインサウスコリアーズエプリル2020エレクションズという論文を書いたからです。ニューシャム大佐はクーデターなどは一言も書いていません。しかしムンジェイン政権はリベ重中政権と断じた上、与党が勝った2020年4月の国会議員選挙に関し不正選挙の疑いがあると指摘したのですと。まあ以下続くんですけども、民主主義がですね機能しているところでクーをやってしまうと、それはもう何て言いますかね、民主主義の原則に反するわけなんですけども、民主主義がきちんと行われていなければですね、その正すためにクーをやってもですねええんちゃうかという理屈がありますよというふうにこの鈴木さんは紹介してるんですね。で民主主義が機能しているということは選挙が正常に行われて開票に不正がないということですね。ところが2020年今年4月のお隣さんの国会議員選挙ではどうやら開票に不正があったということを、このニューシャム大佐退役大佐ですねが論文に書いていると。でこのニューシャムさんは非常にトランプ政権に近いというふうなことを解説されています。で過去にですねアメリカはですね、同盟関係にあったトルコ、イラン、ベネズエラ、フィリピンなどで同盟が解消しています。トルコはまだ同盟なんですけど、ちょっとおかしなことになってますね。イランはもう50年ぐらい前にパーレビ国王との同盟がダメになって、ベネズエラも左派政権ができました。でフィリピンは何でもないのに金よこせと言って同盟がなくなってしまいました。そのおかげで島取られましたけどね、中国に。で、そういった苦い経験があるとアメリカは、ね、そういうことをもう二度と起こさないために、お隣さんがですねアメリカとの同盟から離れてですね中国に行くことをこう許さないのではないかと。しかも選挙が不正に行われたということはもうすでに民主主義国家とは見なせないとであればそういう不正を正すために、空もやむなしということではなかろうかという観測がずっと書いてございます。で、過去にね1952年に1回そういうことがあってですね、その後実際に空が起きました。1961年にパク・チュンヒ大佐当時ですねこの前まで大統領だったパク・クネさんのお父さんですけども、が1961年にクーを起こしてですね政権を掌握したというような過去があります。その後ですねチェン・ドーハンという方もクーをやったんですが、これはちょっと国民に不人気でした。1979年のことでして、私高校生の時で覚えてます。うわーやってるわーという感じでしたね。なんかこうお隣さんってああいう国なんやという
いうことを思いましたね。で、実はノムヒョン政権っていうのがございまして、この時にもですね、向こうのアーミーはですね、こうクーをやりたかったらしいんですけども、それはアメリカがですね、そんなやめとけって言ったわけですね。なぜかっていうと、ノムヒョンは言うだけ番長で、その実質的なことをやらなかった。しかし現在のムンジェインはですね、もう実質的なこう反米をやってるわけですね。三不政策なんていうものを中国に約束したりしています。でサードの基地を取り囲んだ市民団体を排除せずにいました。ところが最近アメリカに脅かされてですねそういった排除を警察封鎖している市民団体を警察が排除しました。それでやっとですね、アメリカ軍はですね、そこに物資を運び、陸から運び込めるようになりました。で、クーをやるためにはですね、どう言いましょうかね、やっぱり市民の支持みたいなものが必要なわけですね。で、どうなんやっていう話になると、今、ムンジェイン政権は 40% の支持があります。でもこれは、この鈴木さん言うにはですね、常に韓国の場合はですね、韓国の世論調査の結果は政権にかなり甘く出る。40% 台であれば多分 20% 台なんでしょうと。で、アメリカ、こう書いてありますね。反米で親北重中のムン・ジェイン政権には歓迎すべき動きですが、7、8割の韓国人は米韓同盟を支持しています。アメリカはね、米軍撤退させるぞっていうふうに、こう、そういうカードを今切り始めてるんですね。でそれには、韓国の多くの人が反対するだろうと。それがクーをやってもですね、クーをやった後の政権を支持する世論につながるんちゃうかという見込み、あれですけど、ちょっとそれは難しいかもしれませんね。今のムンジェイン政権がですね、もう今、内政にほぼ失敗してますけども、もう支持率数パーセントで、やのにまだその人気のない重中政策、あるいは北へのすり寄り政策を続けてるっていうんであれば、空の環境は整うんですけども、ちょっとまだ無理ちゃうかなと私は思いますね。こうなります。注目すべき動きがありました。10月14日、米韓両国の国防省が、ペンタゴンで定例安保協議、SCM を開きました。その際、共同声明から2008年以降ずっと盛り込まれてきた在韓米軍の現行の兵力水準を維持するとのくだりが消えたのです。ねえ、そういうのノートあれにありましたね。ある読者はこの記事のコメント欄に2つに1つを選べということだ。数万の自国民を犠牲にして韓国を守った国か、統一を阻害した国か、と。まああれですね、アメリカが中国を選べということですね。で、これに対してですね、今度中国がですね、韓国の国防省をね、ちょっとお前、こっち来いやというふうに呼んでるらしいんですね。これは2011年以来ないことやというふうに考えてますね。サード配備問題もあって、韓国の国防省ですか、どっちもいいですけど、の訪中は2011年7月以降途絶えていました。そこにこの唐突な訪中要請、米韓関係の改善に歯止めをかけるのが中国の狙いでしょうということですね。まあ中国も一生懸命こっち来いって引っ張ってるわけです。いや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 、韓国軍が空を起こしたら中国とすれば元も子もなくなりますねって質問者が言ってます。鈴木さんは答えます。そうとは限りません。軍が親米クーデターを起こしても反中にはなりません。むしろ親米で重中政権が誕生する可能性が大きいですね。で、過去こう李氏朝鮮のができた、まあこれ昔の話なんですけど、1388年の李政権のクーデターの話がこう出てきています。まあ長い記事なんですけども、この記事がね出てきて、私が何を驚いてるかというと、このクー自体がね、こういうメジャーな、割合メジャーなメディアが取り上げるところまで来てるんやなということですね。クーが起こるというわけじゃないですよ、クーが。でも、アメリカがですね、クーを睨んでると、クーも選択肢の一つに入れてきたということは言えるかもしれませんね。
実際今のムンジェインさんのやってることはですね、アメリカにとっては本当に苛立たしいことで、このままいったら、お隣様そっくりあっち側レッドチーム側に入ってしまうというのがもうほぼほぼ見えてきましたね。でそれをアメリカは許容するのかって言ったら許容できませんね。多分できない。別にこれはバイデンになろうとトランプになろうと、しないと思いますし。でその時の選択肢としてクーもあり得るんやなというのがですね、浮かび上がってきてるわけです。で、民主主義国でクーやるっていうのはもうそれはありえないことなんで、要はその民主主義国でありながらもうすでに言論の自由もないし、選挙は不正やしということであれば大義名分が立つと、だからクーも起こるんやというような理論が書かれてるんですけども、いやなんというかこうそこまで来てるかというかですね、まあ理論的にはもう私も何回かクーのことを言いましたけど、アメリカ政府は一つの選択肢としてクーを考えてるということがなんとなくこう鈴木さんのこの記事で見えてきましてですね、いやーそうなったらすごいなという気はいたします。まあ多分十中八九起こりませんけどね。ただね、ムンさんはそれをやられるかもしれんというような気持ちにはなってるんちゃうかなという気がしました。いやー、愉快なお隣さん、今後の展開面白そうですね。はい、どうもありがとうございました。